こんにちは、南澤大輔です。ちょこっと Q&A の第25回となりましたが、今回のご質問はギター&ウォッチさんからいただきました。ありがとうございます。アンプ、まあ、その2といいますか、具体的にどうすればよいかというですね、ちょこっと Q&A の第22回でアンプについてちょっとお話しましたけれども、その、まあ、続きというか付随してというかのご質問です。ですね、その22回で多面的に捉えることが解決に向かう一つの方法であるみたいなお話をしたんですけど、具体的にどうすればよいかわからないとして、ご自身で演奏されている練習されている曲を例に出していただいてたんですけども、それがバッハの無伴奏フルートのためのパルティータという作品番号1013の中のアルマンドという曲なんです。おそらくバリオスマンゴレ編曲版ではないかと思うんですが、ちょっと楽譜を探したりしてみたんですが、一応ギター譜は見当たらなかったので、バリオス編曲版の演奏をしている人のをちょっと採譜してみたりしました。でその曲についてですけども、まさにただ体で覚えている状態で流れていく、その16分音符がずっと続くような曲なんですけど、流れる16分音符の途中で引っかかると、そこから再開できないことがしばしばありと。でスムーズに再開できるようになるには、指を動かす順番を体が覚えたというアンプだけではダメなのでしょうか。どのようにしたら途中でつまずいてもスムーズに再開できるようにアンプできますでしょうか、という、まあそれが大まかな流れで、で、付随して多面的に捉えて演奏するほど余裕を持つに至っていないから、体で覚えた動きをするしかないのかなと。でつまり楽譜を見ないで弾けるという意味のアンプをするには、まずその曲が余裕を持って弾けるレベルに自分に演奏技術があるということが前提なのではないかなと考えています、ということでした。難しい、より難しくなってきましたね。で、ちょっと一つ、補足というか訂正というか、ちょこたQ&Aの第22回でお話ししたその多面的に捉えることについてなんですけど、こちらのギター&ウォッチさんは、演奏時にそのいろいろ多面的に捉えなければいけないと。でそれをするには、演奏する時に余裕を持って弾けてないとダメではないかと思われたということだと思うんですが、演奏時に多面的に捉えるっていうのももちろんあるんですけど、むしろその練習、譜読みをしている段階とか、あとはその演奏の練習をしている時に行うべきものとして、僕は考えていってお伝えしたつもりでした。すみません、ちょっと言葉足らずだったかと思います。でもちろん演奏時に余裕があれば、それは演奏時にもいろんなことを考えながら、いろんな角度で考えながらやるべき、演奏するべきものではあると思うんですけど、それが途中で止まっても、その手助けというか再開の手助けサポートになるんではないかとは思うんですが、その演奏時のみではなくて練習の時にいろいろ考えておくっていうことの方が、僕の中では意味合いとして大きかったかなと思います。で、まずおっしゃっていただいているその体が覚えたというアンプっていうのは、もう本当にフィジカルなものですよね。でそれだと、それをすごく追求していけば、おそらく途中から再開するのができるようになると思うんですけど、相当のその丸暗記力が丸暗記力っていう言い方でいいのかな、その必要になるかなと、それだけだとね思います。で特にその楽譜五線譜ではなくてタブ譜だとですね、音の位置情報しか表してないんですね。そのどこを押さえましょう、でまあまあどこを弾きましょうとか、音の長さとかは書き方によっては表しますけど、基本的にそのタブ譜というのは音の、なんていうのかな、音それぞれの高さ高低であったりとかは表していなくて、そのもうそれはタブ譜の宿命というか、そういうものなんで。ですけど、そのどこを押さえますよっていうか、まあ、どこを押さえて音を出しますよっていう情報しか、場所の情報しかないので、だから同じようにタブ譜に書かれていてもチューニングが変われば音の高さは当然変わりますね。五線譜の場合はそういうことはない
ので、まあ、基本的にはそのタブ譜というのは位置情報を表しているものだと。でそれを読んで、まあ、タブ譜を頼りに演奏するとなるとその音の高さとかに意識が行きにくいと思うんですよね。ただ場所の情報であるということはすなわちこう、まあ、ポジションこう指の形であるとか、まあ、このフレットの位置であるとかっていう情報は書かれているのでそのポジションの高い低いとかあとその流れここまでは低い方で弾いててここからは高い方に行ってみたいな流れであるとかあとは楽譜上のそのこれもその、チョコート Q&A の第22回でお話しましたけど楽譜パッと見た時のその位置なんか2ページ目の2行目の一小節目とかそういうものは手がかりにタブ譜であっても五線譜と同じように手がかりにはなるかなと思います。なのでそういういろんな側面を意識してまあ、本番の時に演奏するも余力があればもちろんいいんですけどそうではなくて練習の時からその辺を意識して今どういう流れになってるとかっていうのを考えながら全体像を掴んでいくっていうのは大事かなと思います。でそれはいい例えかどうかはちょっと分かんないですけど文章の朗読っていうのをイメージされると分かりやすいかなという気がします。その音の高さとかもちろん高さとかだけではなくてその音の持つ意味ですよね。だから音の高い低いとかなんていうのかなそのタブ譜で書かれている情報を五線譜でも書けるとかそういうことでは実はなくて音の意味かなが分からない状態でアンプして演奏するっていうことはその朗読で例えると全く知らない言語で書かれた文章を丸暗記して朗読するのと一緒じゃないかなと思います。なので文章で何が書いてあるかっていう意味が分かればあるいはそのこうまあこの辺前振りでここが状況の説明であってここでこのその書いた人が言いたいことがあるみたいなまあ、そういう例え方でも大まかに考えていただいてもいいんですけど文章のそういう意味が分かれば一語一句間違えないっていうのはできなかったとしてもその意味を理解していればおおよその内容を伝えることはできますよね。アドリブでというかその場で自分で言葉を紡いでで途中でもしその文章が止まっても再開はできると思います。でそれをその言語がわからないで内容がわからないままでやっていると本当になんていうか丸暗記するしか方法がないので、辛そうに感じませんか。こういう例えでいいのかな難しいな。まあでもその楽譜通り正確にっていうのがもしかしたらちょっとクラシックの場合は、絶対に必要っていう要素かもしれないんですけどまあ言ってしまえばそのどこを目標にするかどこが自分の到達点としてイメージしているかにももちろんよるんですけど例えば発表会で絶対間違えないで演奏するっていうのはもちろん理想としてあるとしても発表会でつつがなく演奏するっていうのをもしそれを目指すのであれば仮になんていうか間違った音を出しちゃったりとかしてても演奏自体が止まっていなければもしかしたら聞いてるお客さんにはあまり分からなかったり今間違えたとか分からないケースもあるんではないかと。なのでそういう段階を目指してもいいのかなという気がします。それだとさっき言ったその内容が分かっていれば、まあ、だから言い方悪いですけど適当に自分でつないでで思い出せるところから戻していくっていうのはできなくはないんじゃないかなと。で音楽的な意味というのは音符一つ一つの具体的な音の高さとか長さとかっていう意味はもちろんそういう側面もあるんですけどそうじゃなくてなぜこの音はこの別のあの音ではなくこの音である必要があるのかとかそういう意味ですよね。でポップスで考えるとまあこの方の挙げていた曲はポップスではないんですけどもポップスで考えるとそのコードであると
とか A メロ B メロサビとかの構成であるとか、そういう側面を、まあ、あとは歌物であれば歌詞でも把握するとか、そういう意味でのいろんな多面的な見方をするっていうのもあるのかなと思います。でクラシック系の曲の場合はまたアナライズというのはとてもというか、まあ難しいといえば難しいですよね。で先ほどのバッハのパルティータですけども、コードという側面でこの曲を捉えた時に、まあ、こういうふうに解釈になるかなというふうに考えて、ちょっとコードを書き足したものがこんな感じです。今見ていただいてます。だから1小節目が Am で、次の小節が AmE7Am7E7 で、で2小節目3小節目も同じでとか、でこれを見ていくと、その例えば1小節目は中ではコードが変わってないなとか、2小節目3小節目は同じ小節の繰り返し、これは全く一緒だったんですけど全く一緒だなとか、次4小節目は AmDmAmDm7 で、5小節目はこれもまた1小節丸々 E7 とかで、次の6小節目は Am行って C7 行ってみたいな感じですよね。なのでそういうイメージで考えてこう捉えていく、もちろんそれはコードで捉えることができるかどうかにもかかってきちゃうんであれですけど、そうやってアナライズ、その曲を分析することで、その曲がどういう流れになっているか、コード進行的にとかですよね、メロディーの動き方的にとか、そういう側面でも見るようにするといいのかなと。で1から6小節目までで、Am で暗く始まって、でちょっと一塊りとして、で7小節目でちょっと明るいところに落ち着いて、でもまたこれも別の動画でお話しました、世界の中心がいろいろ変わっていくみたいな感じ、要は転調していくってことなんですけども、 F 行って G 行って、で AmGG7 行って C で落ち着いたかと思ったら、10小節目は C7 でまたちょっと不安定になってみたいな動きをしているので、そういう動きを頭に入れて、考えて練習しておくと多少は手がかりになるんじゃないかなと思います。まあどういう感じだったかというとですね、で例えばこれ1小節目今こんな弾き方なんですけど、おそらくこの運指っていうかポジショニングはそのバリオス版では全部一緒なんじゃないのかなと、まあ分かんないです、演奏している方一人の、指の動きを左右しただけなので、だからもしギター&ウォッチさんが違う運指で練習されてたらすいませんなんですけど、例えば今の運指だとして1小節目は Am でずっと人差し指が1から3弦の5フレットを部分制覇しているなとかですよね。で下がって、でこれが2回繰り返し、またちょっと違う形になる、でも Am から始まってて、で例えばこれはなんとかなんとかなんとかっていうパターンになってるなっていう捉え方とかでもいいわけですよね。まあ、コードで見ると Am Dm Am D7 じゃないかとパッと取って思ったんですけど、ほいで次5小節目とかだと、これは開放弦を弾いてる間にポジション移動するよって場所だなとかですよね。
ょっとなんか明るくなった兆しがあります。おいで、あ、そうか、ここも、まあ、7小節目の、 あの1、2拍目と3、4拍目とかであれば最後が、こういう形に、これ平行移動なイメージしません？このこういう形とこういう形っていう、なんちゃら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 っていう形だなと捉えておくとかですよね。でその後はで次で、これは前半と後半で同じ形で、あ、まあ、ほぼ同じ形でコードも一つ C なだけです。で次でちょっとコードは変わるんですけど、やはり前半後半がほぼ一緒で、だなとか、そういう、コードネームを自分でつけるとか、そういう理屈が、あの音楽的にどういう意味を持ってるだろうとかっていうところが、まあ、分からなかったとしても、そうやってあこれ6小節目はこういう形だったとか、2小節目と3小節目は同じことを弾いてるであるとか、そういうなんていうか、ざっくりした地図を作っていってもいいのかもしれないですね。それで何小節目でリピートで、だから1小節目から何小節目までをもう一回繰り返してとかっていうのは一つの手がかりにしていけるんじゃないかなという気がします。で理屈を深掘りするのが苦ではない場合は、先ほど言ったアナライズですよね。こうやってコードの解析をするであるとか、今僕が話したその C7 だとか Am だとかっていうのはポップスにおけるコードネーム、コードの名前の付け方とか、なんですけど、まあ、役割の考え方はクラシックも、ポップスも基本一緒、まあ、ちょっと用語が違うかなぐらいで、トニックとかドミナントとかサブドミナントとかで、ちょっとこの曲を調べているところで、フルート奏者の佐藤直樹さんという方のホームページを見つけまして、楽曲の分析をされていらっしゃいました、この曲の。で、まあおおよそ私が適当に取ったそのコードと同じ解釈を、そのクラシックの用語で、T とか D とかって書かれていると思うんですが、それで、解釈をされていらっしゃいましたので、まあだからそういうのを探して調べて、人が撮っているそういうものを、音楽的なアナライズしたものを参考にしつつ、全体の自分なりの地図を書いて、で覚える時に、まあ、参考にするとかですかね。だからまあ取っかかりはどういうところでもいいんですけども、その現在位置がどこに、だから今自分が弾いている、この瞬間弾いているの何小節目だとか何拍目だみたいなのは、まあ一応分かりながら弾く前提にはなるんですけど、それを分かりながら弾きつつ、そので、まあ仮にあれ次なんだっけと思って、まあ止まっちゃったとします。そしたら今7小節目だったから次8小節目で、8小節目は確か Am とかから入って、まあ全部 Am から行けるか。8小節目 Am 行って G 行って G7 行くところだったか、で弾き始めるとか、そういう意味での多面的な、だからどういう方法でもいいんです。その自分なりの手の、まあこれも本当繰り返しになっちゃいますけど、手の形とか、例えば8小節目で上がってたなとか、そういうのでもいいし、
7小節目の最後のとこ、2拍目最後と4拍目最後は同じ形だったなだったなとか、そういうとっかかりをいっぱい組み合わせて覚えていくと、本当の本当の丸暗記よりはまあ手がかりは多いかなと思います。ただまあ多分その丸暗記しかしてないと言いつつ、うっすらそういう多面的なものは見ているとは思うんですよね。あ、そういえばこの次のセクションを始めるところは高く上がってたなとか、そういうのもなんとなくイメージしながら弾かれてるんではないかと、皆さん多かれ少なかれ、そういうところがあるんじゃないかと思うので、まあいろいろ手がかりを自分なりに探しつつやってみる、その多面的に捉えるっていう感じ。それはだからクラシック系の曲であってもポップス系の曲であっても、まあ考え方というか根底にあるのは一緒ですね。欲を言えば理屈が分かって、その作曲家の意図が分かって、こういう音を配置してるっていうことは、まあ、こういう意味合いがあって、それがドミナントになって次のトニックへ向かうドミナントになっててとか、そういうところまで踏み込めればいいですけど、踏み込め、まあそういう知識がまだまだ勉強中です、あるいはそんなに理屈分かんなくてもっていう方であれば、まあ自分のできる範囲の深掘りをして、でそれこそ形とかでいいので、そうやって覚えていくのがいいんじゃないかなとは思います。難しいですよね、はい。どうだろう、ちょっとその、バッハのパルティータを元にちょっとご紹介しましたが、まあこの曲以外でもいろいろ使える手ではないかなと思います。ちなみにその佐藤直樹さんのバッハのパルティータの楽曲分析はギター版を弾かれている方にもおすすめです。リンクは概要欄に書いておきました。はい、ちょこっと Q&A では皆様からのご質問をお待ちしております。ちょこっと Q&A 動画、この動画含むですけども、動画のコメント欄であるとか、あとは概要欄にこちらにご質問くださいっていうの書いてありますので、そのあたりからお寄せいただければ、次回以降のちょこっと Q&A でお答えできればと思っております。他オンラインレッスンとかオーダーメイドアレンジとかもやっておりますので、興味ある方は概要欄を見てみてください。それでは今回難しいですけれども、まあ、特にこういうクラシック系、まあ、しかもバッハのなんていうか一種幾何学的なといいますか、16分音符続くよみたいな、こういう楽曲だとより覚えるのが難しいですけれども、まあいろんな見方をしつつ、覚えてみていただければと思います。頑張らなくていいです。できればその練習経過すらも楽しみながらやっていければ一番いいかなと思います。それではまた次回の Q&A でお会いしましょう。南沢大輔でした。バイバイ。